今現在、ドラゴンボールのフィギュアが今日コンビニの、まあ、一番くじ、はい、の発売日ということで向かっているんですけれども、ちょっとジョンジョンがそのもう昨日から眠れないということなんですけども、ジョンジョンさん今の気持ちはどうですか？いやもう夢の中でね、もう僕ご飯と僕と戦ってたもん。なるほど。一緒にあの親子カメハメはしてるけど、俺後ろにいたからね。あれ漫画に載ってないけど。ちなみに、はい、ドラゴンボールで彼女にしたいキャラクターは誰ですか？彼女はドラゴンボールだったらビーデル。いやでもビーデル強いんだよな。ご飯に勝たないといけなくて。いやいやちょっと無理だな。え、何そういうこと？あの何彼女にしたいのは寝取るってこと？奪い取るってこと？奪い取る。いや無理よ。じゃあもうドラゴンボール、じゃもうそこら辺のそのなんか少女 A とか、少女は言い過ぎだな。少女は犯罪だわ。少女じゃなくて普通の大人 A みたいな、大人 B の人じゃないと無理だね。あは、うんうんうん。だって悟空たち勝てないもん、サイヤ人だから。みんな、ブルマも無理じゃん。チッチも無理でしょ。でビーデルも無理。パンちゃん、パンちゃんは誰のものなの？パンちゃんは誰？パンちゃんはビーデルの子供だと、娘だと思うけど誰？誰のもの？まあ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 、そうだね。結構こういう会話楽しいね。そうなの？あの沖縄で、ドラゴンボールのくじ、一番くじが発売されるということで、まあ、チラシミスター見たんですけど、まあ、13時から、発売開始ということで、まあ、ご飯と悟空のカメハメハ、まあ、親子カメハメですね。多分親子カメハメは多分そのセルとの戦いの時だよね。そのシーンをね、あのフィギュアにしたものがあるんですけど、まあ、それを今から、買いに行きたいと思います。で、大体どれくらい買うかっていうのは、大体 A 賞が1枚出たらその時点で、まあ、もう終了したいと思います。 A 賞が1枚出たら、まあ、多分僕の流れでは多分、まあ、運がいいんで5枚ぐらいで当たるんじゃないでしょうか。それは無理でしょう。いやいやいや、もう僕めちゃめちゃ持ってるところなんで、大体5枚、まあ多くて10枚で A 賞当てましょう。それではやっていきたいと思います。イエイ。はい、今から当てに行きたいと思います。じゃあ3枚ずつ買っていきたいと思います。当たるまで、 A 賞当たるまでやりたいと思います。まあ多分どんどん使うと思うので、いきます。はい、はい、いきます。当たったら終わりですからね。はい、開けます。あ、まあ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 、こんなものです、こんなものです、こんなものです。まあ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 、早い、映ってない、はい、次いきます、3枚。はい、いきます。はいはいはい、全然全然、まあ、こんなもんこんなもんこんなもんですよ。3枚いきます。真ん中で10枚いきます。3枚いきます。でも衣装だと俺なんで、ういこれ当たり入っとる。どんだけ運悪いんだよって話だよね。じゃあもう2000いきます。はい、どんだけガラスのあれが当たるんだよねって話だよね。はい、あ、色紙全然ね。はい、もう3枚買います。いや、うん、逆に本当にB いやいや、全然、まあ B 賞来ました。いやでも A なんで、狙いは B 当たった感想は、B は何ですか？マイカップ、まあ、お家でコーヒー飲みたいと思います。コメントが面白くないですよ。いやもうこんなの面白いも何もないですよ。こんなのもう A 賞当たったらいいコメント出しますって。はい、3枚いきます。カレーハーン、やばい、これちょっと待って、もう嘘、うん、はい、もう3枚いきます。これ嘘、こんなことある？ちょっと全部買った方が良くないもん、なんなら。
ちょっとまあ頑張るけど、いやいやいいでしょ、ポイントを貯めてるところが、いやいやいや、まあ、もちろんそこは大事だからね、Tポイント大事だからね、さ、あの結構貯まるから Tポイント、いやいや、ちょっとだいぶ、ちょっと待って、僕何枚引いたの、分かんないます、気持ちね、オラに元気をあげてくれ、そうでしょ、こんなことある、はい、もう3枚、ちょ待って、本当に、え、本当にやばいんだけど、ちょマジで今の気持ちは、ちょっと待って、この企画やらなければよかったから、いやいや、でも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 、ちょっと待って、店長ちょっと、あ、店長落ちたらダメだけど、あの、ちょっと嘘でしょってぐらい出ないんですけどこんなことって、いや気持ちが大事なんだよね、オラに元気を分けとくね、いや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 、当てます当てます、嘘でしょこれ、大丈夫ですよ、当たり入ってるんですよ、入ってます、入ってますよね、それは入ってるんだもんね、嘘やろ、ました、いきます、もう、もういいでしょ、もう、はい、はい、ちょっと、ちょっと、いや、持ってるわ、逆に持ってない、逆に持ってると思うよ、マジで、だから今、当たる、当たる確率を上げてるってことで、上げてる、上げてる、だいぶ、もうこれ外れたら、あとは9分の1を切る、いやいやいや、もう、もういいでしょう、もう、いきますよ、マジで、もう天才じゃん、逆に宝くじ買った方が俺いいんじゃないかな、もうちょ、いきますよ、いや、マジでどんな意識しいるんだよって話だよね、よしよし、全然全然、じゃすごい、いや、マジですごい、おぉすごい、すいません、3枚お願いします、もうもう3枚いきます、もう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 いいんじゃない、おぉデリできました、やっと、もう一度もこれももうそのまま A ですよ、まあ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 、じゃあ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 、はい、いやいやいや、結果じゃあ使った金額ちょっとまた帰ってからちょっとまた集計するんで、じゃあとりあえず A 賞出たんで、とりあえずじゃあ物を取っていきましょうかね、いろいろ取っていきましょう、チャンネル登録よろしく。